坂田道太は、日本の政治家。衆議院議長、法務大臣、防衛庁長官、文部大臣、厚生大臣、衆議院議員等を歴任した。父は、衆議院議員や八代市長を務めた、坂田道夫。熊本県八代市生まれ。旧正八代中学校、旧正成城高等学校、1938年、東京帝国大学文学部独文化卒業。 石井光次郎商工大臣の秘書官を経て、1946年の第22回衆議院議員総選挙に、熊本県全県区から出馬し、初当選した。以後、17期連続当選。日本自由党、民主自由党、自由党を経て、自由民主党に入党。自民党ではかつて使えた石井が所属する、小形武虎率いる水曜会に入会。 石井は、尾形の死後、水曜会を継承するが、石井の引退により、水曜会は解散。以後、坂田自身は、政界引退まで無派閥を通した。1947年の第23回衆議院議員、総選挙以降は、旧熊本2区から出馬。運輸政務次官、衆議院文教委員長などを経て、1959年、第2次元内閣で、 厚生大臣に任命され、初入閣。第二次、岸信介内閣が総選挙で掲げた、国民年金法制定趣旨説明を週3本、会議で言った。学生運動が激化していた1968年、文教属実務課のキャリアを買われ、第二次佐藤第二次改造内閣で、文部大臣に任命される。同年、東京大学入試中止を決定したが、 坂田自身は後に、これを、最大の通婚時と改装した。また、翌1969年1月には、東大安田行動事件直後の東京大学を、視察する、佐藤栄作首相に同行した。同年8月には、大学の運営に関する臨時措置法制定を、推進し、大学紛争の沈静化を図った。1974年、 三木内閣で防衛庁長官に任命された。組閣当初は坂田が法務大臣、稲葉治が防衛庁長官に就任する予定であったが、当時65歳の稲葉が三自衛隊の長としては、高齢であるとの意見が出たため、稲葉が法務大臣に就任し、入れ替わる形で坂田が防衛庁長官に就任したとされる。坂田は、 三木武雄首相の在任中に卒追された田中閣営と親しかったため、後年、もし法相に就任していたら、苦悩しただろうと解雇した。いわゆる三木卸ろしの際には、三木首相の退陣を主張する、巨党体制確立協議会に所属する閣僚が、軒並み三木に反旗を翻す中、防衛庁長官は三自衛隊の長に準じると、中立の立場を示した。 1978年、大平正義首相から自由民主党政務調査会長への就任を要請されたが、これを誇示する。1981年11月には、鈴木善光改造内閣で第40代法務大臣に任命され、退任直前には、藤沢市女子高生殺害事件の死刑囚の死刑,の死刑執行を指揮した。1985年、 体調不良により辞任した、福永健次の公認の衆議院議長に就任し、衆議院の議員定数の不均衡に対して、各党から調停を委ねられた際には交付の日から30日、以後に公示される総選挙から実施という形で30日の周知期間が設ける案をまとめて、国会で可決、成立し、中曽根内閣による、死んだ振り解散での衆参同日選挙を可能とした。 議長在任中、1985年12月の衆議院本会議終了後、その年1年間の挨拶を述べた後3回宣言をしないまま一度議長席を立ってしまったため、衆議院事務総長に呼び止められて、再度議長席に戻り、議席から笑い声が上がる中、照れ笑いしながら3回宣言を行ったことがある。1989年、 竹下登首相の退陣を受け、伊藤正義や後藤田正春などと共に、後継総裁の候補に、名前が挙がったが、議長経験者が、首相になるのは良くないとして誇示した。戦後政治で、首相、衆議院議長の両方を経験した者は、茂原喜十郎がいるが、茂原は首相を退任した後に、衆議院議長に就任しており、議長経験者の首相就任は、 例がない。戦前では、この F ・ミマロが貴族院議長から首相になっているが、当時の議長の地位は、戦後より、はるかに低かった。1990年の、第39回衆議院議員総選挙には、立候補せず、政界を引退。翌1991年より1997年まで、母校の政場大学にいて、学園理事長を務めた。 2004年1月13日に死去。87歳没。大立茂親岡清氏に指示し、党内では文教族で知られた。後に内閣総理大臣を務める海部都市記や森吉郎も坂田の指導を受けた。防衛庁長官に就任したものの、坂田は文教族であったため、安全保障政策はほぼ素人同然であった。しかし佐世間佐によれば、 素人のため逆に防衛問題を積極的に学ぶこととなり、専門家の意見に耳を傾け、数々の施策を講じた。例えば、国防の議論は、国民的な支持納得を得られるものでなくてはならないとして、民間人からなる有識者懇談会、防衛を考える会を設置、久保拓也防衛事務次官とともに、防衛計画の代行を策定、 防衛力整備の考えとして基盤的防衛力構想を根幹に置く路線を決定した。同様に議論の透明性を確保するため、従来予算、外交委員会などで散発的に審議されていた防衛問題について国会に専門で審議を担当する委員会の設置を主張した。また、 日米防衛協力の具体化のため、政治レベルでの防衛協議を開始したことでも知られるの、原型となった。ベレンコ注意亡命事件の際には、作業は、たとえミグヤの手を借りることとなっても、イニシアティブだけは、しっかり、日本側で取るべしと当時の角田義隆、航空爆料長に指示、ミグ25を完全に解体して調べ上げ、また元のように組み立て直して、 ソ連に返還した。防衛庁長官連続在任記録1位。政界引退後の2000年5月14日、NHK の日曜討論で首相の森吉郎が亡くなられた、坂田さん、と発言し、存命中であったにもかかわらずぶっこし扱いされた。妻から、あなた、死んだわよと言われ、坂田も、そうかと笑って受け流した。後日、森から釈明があり、 坂田の元秘書で個人だった元衆議院議員の渡瀬の明と勘違いしたという。ありがとうございます。